日本政府は12月22日、7兆9496億円にも及ぶ2024年度防衛予算案を国会の意見だけで閣議決定した。しかも前年と比べて 16.5% も増えており、10年連続で過去最高となりました。今回はこの防衛予算の中でも高額とされる護衛艦とその艦載機について詳しく見ていきましょう。海上自衛隊において史上最大の艦艇であるいずも型ヘリコプター搭載護衛艦1番艦いずもと2番艦加賀に短距離離陸、垂直着陸、ストブルが可能なステルス戦闘機 F-35B を搭載できるよう、改修費用全体として424億円が計上された。8月末の概算要求額は423億円となっていたが、1億円が上乗せされているにもかかわらず、満額以上の要求が認められた。F-35B 搭載に向けた、出雲型護衛艦改修費としては、これまでに、2020年度に31億円、2021年度に203億円、2022年度に61億円、2023年度に52億円がそれぞれ計上されており、合計347億円まで上っている。そもそも、戦闘機搭載を可能にする出雲と加賀の軽空母化は、太平洋への進出が活発になった中国海軍を念頭に抑止力を強化する狙いがある。軽空母化改修は、自衛隊で定められている5年に一度実施される、出雲と加賀の大規模な定期検査を利用して、それぞれ2回にわたって行われているようだ。そして、出雲型護衛艦は、今でも、その全通艦板をもってして、多数のヘリコプターの運用が可能であるため、全海軍年間では、空母の一種のヘリ空母として分類されてきた。このため、日本の一部の専門家の間では、空母化というよりも軽空母化と言われている。この出雲型護衛艦は、艦艇や航空機などの軍事アセットを使って、同盟国との関係強化や地域の安定化を図る日本の防衛外交のメインでもある。まさに、今、問題を抱えるインド太平洋地域に派遣される際には、各国海軍と共同訓練を実施してきたほか、東南アジア諸国連合 ASEAN の海軍士官たちにも同乗してもらい交流を積み重ねているような状態だ。海上幕僚監部は、出雲改修に関して、今夏の概算要求額は420億円だったが、2回目の改修が始まる2024年度は約421億円と計上した。内訳は、出雲型護衛艦の台形だった艦首を、区形に変更するための本体改造費に409億円。若干誘導装置に6億円となっている。出雲護衛艦の細い先端部分での乱気流を抑えて、F-35B 戦闘機を安全に運用するため、甲板を横に付け足して、区形にすることが必須なのだ。海ジオコスカ基地を母港とする出雲は、2019年度末から、ジャパンマリンユナイテッド JMU 横浜事業所磯子工場で、1回目の改修工事が実施され、およそ2年半後の2021年6月末に終了した。具体的には、特殊塗装によって、飛行甲板の耐熱処理工事や誘導灯の設置などが行われ、飛行甲板には、艦首から艦尾までドラムラインと呼ばれる一本の黄色い表示線も引かれた。加賀、改修に関して、来年度の概算要求額も、3億円で全額が認められている。内訳は、各種試験費用に、1億円と衛星通信装置など関連装置の改造費用に2億円とされた。これが、出雲の421億円という来年度予算額と比べて、非常に少額な理由は、加賀が、すでに、艦首形状を区形に変更する大工事を終了したためである。海軸陸基地を母港とする加賀は、2021年度末から、広島県呉市の JMU 呉事業所で、1回目の改修が始まり、出雲に先駆けて、艦首が区形に改修され、全甲板部分が以前と大きく変更した姿で、2023年4月20日にドックから出てきた。加賀の1回目の改修は、今年度に全て終わる予定となっており、2回目の改修は、
次の定期検査に合わせて2026年度から実施される。海爆の最新情報によると、出雲と加賀の軽空母化改修は、両艦、ともに2027年度には完了する予定なので、それまで中国が台湾に攻め込まなければいいのだが。続いて、防衛省は2024年度予算で、出雲と加賀に搭載する航空自衛隊の F-35B の7機の取得費1282億円を計上した。これまでにも、航空自衛隊は F-35B の取得費として、2020年度に6機793億円、2021年度に2機259億円、2022年度に4機510億円、2023年度に8機1435億円の合計20機分を計上していた。最終的に、空自は、計42機の F-35B を導入する計画であり、2020年度に予算計上した6機が、ようやく、来年度には日本で配備される。その配備先候補として、防衛省は、宮崎県新富町にある空自新田原基地を計画しており、話し合いも、一応順調に進んでいるようだ。来年度中に、臨時 F-35B 飛行隊、仮称を新設する予定で、出雲と加賀の軽空母改修の完了は2027年度が見込まれているため、両艦の飛行甲板に日本の F-35B が実際に発着艦するのは先の話である。防衛装備庁は2023年5月に募集要項を公示していた業務、ストブル用バージの整備に関する調査研究に関して、JMU と2023年10月に契約したことを明らかにしていた。この業務は、航空自衛隊が導入予定のストブル機である F-35B 戦闘機を運用可能にするバージ、いわゆる橋家を研究する業務である。同庁は、この業務に関して、海上自衛隊の出雲片護衛艦の特別改造に関する知識、技術が必要不可欠としており、それらを持ち合わせるのは日本で JMU のみであり、結局のところ応募者も同社だけであったことから選定されたのでしょう。防衛省は、現在、海上自衛隊が保有するヘリコプター搭載護衛艦、出雲と加賀の2隻を F-35B が運用できるよう空母化する改装を順次進めており、2027年を迎える頃には、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどで運用することができる。現時点では、バージとストブル機を、どのような形で組み合わせ運用するのか、細部不明だが、画期的な新戦闘機である F-35B を最大限有効に活用できる防衛装備庁の調査研究が今後どのように進捗するか、その動向が注目されている。世間一般的に空母というとアメリカ海軍や中国海軍などのように空母本体と搭載する航空機の両方とも海軍所属というイメージがあるだろう。しかし、日本の場合は、母艦となる護衛艦に関しては海上自衛隊が保有し、艦載する戦闘機は航空自衛隊からの派遣という形をとっている。加えて、運用にあたっては、日本独自の構想も盛り込まれているのが特徴的と言ってもいいでしょう。2024年現在も、2年前に比べたらおとなしくなってきているものの、中国海軍の台頭は相変わらずで、日本近海の太平洋側や南西諸島方面の島嶼をめぐる問題などが生じている。そのような状況のもと、滑走路が短いローカル空港やヘリポート程度しか有さない離島でも、運用可能な F-35B を日本が保有するのは、当然かつ合理的な選択であると理解しなければならない。なぜなら、ストブル性能を有する F-35B であれば、必要に応じて、滑走路の短いローカル空港、さらには、通常の固定翼機では降りることが不可能なヘリポートや場外離着陸場での展開を可能とするからだ。ただし、そのような状況で、自衛隊基地以外の場所に展開する際に不可欠となるのが、高い移動能力を備えた上級整備隊である。この点は航空自衛隊も検討していると思うが、いわゆるフィールドメンテナンスレベルに対応可能な整備隊と予備部品などをワンパッケージ化した機動整備隊のようなものを構想していると考える。場合によっては、防空能力も必要となるため、
基地防空用地対空誘導弾など対空兵器を装備する対空分遣隊に関しても、このパッケージに含まれるかもしれません。